おはようございます。3月20日5時35分の相場解説になります。まずデイリーから見ていきますけども、これすごいですね。日足の伸びなんですけども、1日でこれだけの、ね、値動きしてるわけですよ。これは珍しいですよね。で、そういう日がね、1週間ほど前もありました。ここさらに、10日ほど前にもありました。ここ、この赤い線3本、ちょっとこれで見えにくくなっちゃってすいませんけども、まあもうお分かりですよね。これこの3本ね、リアルタイムチャートをちょっと引っ張ってみましょうか。これです。これのこれ、右側の一番右の太い赤いのがありますよね。でもうちょっと左に寄せて3本か4本左に行くと、また同じようなでかいのがあります。そのもう一個向こうにもこれ大きいのがあります。これすごいですよね、でね、ここがデイリーの中でもサポートがこう引けるところなんですよね、だからここからかなりのスラストアップをしているということですね、デイリー、で、こちらの方になるということですね。だからかなりのね、すごいですよね。なんかここら辺で大きく取っていけてほしいなと思います。昨日は特に取りやすかったと思いますんでね。4時間の方を上げてみましょう。4時間を開けると何がわかるかというと、まずね、私こういうふうなことを言ったと思うんですよ。ヒゲの後は反対方向に伸びるというふうにね、ヒゲの後は反対方向に行くでしょ。で、ここにもヒゲがありますよね。ヒゲの後は反対方向に行くわけですよ。まさにこう来てるじゃないですか。で、こうね、こう来てるんですよね。で、このヒゲ、このヒゲの後はやっぱり反対方向に伸びていって、こことここのヒゲは反対には行ってないですよね、だから全部ではないってことがちょっとややこしくしてるんですけども、昨日の値動き見てると N をねしっかり書いてくれてるんですよ。こういう風な形で上がっていって、まあ押し目を作って上昇して、押し目を作って上昇して、また押し目を作って再上昇、急上昇してるわけですよね。まあ、ですんで、どこから入っても買いで入るんだったらテイクプロフィットできてるわけですよ。これは4時間です。もう買いで行けばいいんですよね。ダブルトップが崩れた後もう完全買いですから、買いで行っていただければ利益が取れると。で、あとね、買いがどこまで行くかなんですよ。現状まだ買いですよね。エントリーするんだったら買いを見ていくことが基地です。で、現在一番右側のやつは陰線が出てますよね。これです。あれ、陰線が出てるのがお分かりいただけると思うんですけども、下ヒゲ出てます。ということはここで買いを入れてもいいわけですよ。まだまだアリゲーターラインも見てください。もうね、右肩上がりしか考えられないですよね。で、ここに、ゾーンが引かれております。ここに黄色いので、で、ゾーンを見てみるとまさにダブルトップを考えていたけども、そこが否定されたあたりから N のもう連発が始まってるわけですよ。こういうふうにね、まあここも N といえば N なんですけども、まあよく取れてるなと。だからもう一回 N 来るというところなんですよね。 N が連続するというのが1時間で見てております。で、15分をちょっと詳しく見てみますと、はい、ご覧ください。やっぱ N ができかけてるでしょ。ここですよ、今一番こっち、ですんでもう今買いで入る絶好のタイミングですよ。で、上級者の方はもうすでに入ってるとこです。中級者の方は今から入るですとこです。初心者の方はこのネックラインを超えたあたりで入れば、まあ損失なくトライできるということになりますね。もうこれもいつものパターンですね。15分はこういうふうに見ていきます。このようにですね、やっぱ同じパターンしか出てないことがわかると思うんですよ。まあですんで、まずは暗記をすることによって、このチャートを見たときに、どのパターンが来てるかってことが見分けられるようになります。で、まあその次なんですよね。とは言ってもね、エントリーするのに勇気がいると思うんですよ。私がこれだけ解説しても、まだね、0.01 のエントリーの方っていると思うんですよ。もう1年ぐらいやってるんですよ、0.01 で。それでは資産が築けませんので、だから増やしましょうって話ではないんですけども、勇気を出してね、その 0.1 を 0.2 に増やすときがあってほしいなと思うんですよ。で、中には 0.01 とかっていう方もいらっしゃると思います。それをね、
どっかのタイミングで 0.02 にしてみるんですよ。うん。で、そうやって一歩一歩進みながら、自分の資金管理がね、どのぐらいになってるのかってことなんですよ。0.01 といえば10円ですから、それが倍の20円になったところで、知名度にはならないと思うんですよね。ただ、やっぱり資金の減る量っていうのが明らかにわかりますから、ちょっと増やすことによって、自分の作戦とかエントリーがね、うまくいってるのかどうかってことを確かめることができると思います。で、いつまでも10円ベッドだと、確かにね、つかみにくいんですよ、その辺が。だから一気に増やそうってことはないんですけども、ずっとね、利益額が変わらないっていうのも、ちょっとまあ進歩のない話なんで、どっかでね、勇気を出さないといけないんですよね。で、今回の動画のまとめになりますけども、私はこうやって、たくさんの事例をお伝えすることができます。毎日ね。でも、それを実際に行動に移す勇気があるのかどうかっていうところは、皆さん次第なんですよ。もちろん、勇気をどのように考えていけばいいかってことを、相場解説の中でね、お伝えすることもできますけども、なかなかね、その勇気っていうのは、一人一人の方が今まで過ごしてきた価値観とか人生とか将来への展望とか FX に対して何を期待するのかっていうことがねバラバラなところなんで私がね語りかけても響くのは一部の方なんですよ、だからその勇気の出し方っていうのはね、まあこうすればいいですよってのはなかなか見つかりにくいんですけども一人一人それこそ面接しない限りは、まあたまにはね未知の自分をトライすることもやってみてもいいんじゃないかなってことですね。まあ、すみません、うまくまとまらなくて。とりあえずですね、まだ買いで入っていきましょう。買いで入っていけば、OK です。で、その買いで、リスクレードちゃんと取って、マイナスが続くようになったら、それは、買いという判断を改めるということですね。そのために必要なのが、トレンドの方向を知るってことです。現在は、これ15本足ですけども、トレンドは右肩がですね、完全にね。こういう風になってますよね。で、ここではもうさらに、急角度になっているというところです。はい、本日は以上です。